はい、こんにちは。イラスト小銀刺しの岩橋ゆかです。さて、今日も昨日に引き続き刺繍の刺し方の紹介していきたいと思います。参考にしているのは、今ね、手芸メーカーさんのルシアンアンバサダーをさせてもらっているので、こちらの本を参考に進んでいきたいと思います。はい、で昨日やったのがこちら、このバックステッチとストレートステッチですね。でこのストレートステッチが続いていくことによってランニングステッチとも言います。これと少し似ているのを本には書いてないと思うんですけども、もしかしたら書いてるかもしれないんですが、アウトラインステッチを先にやっていこうかと思います。アウトラインステッチとは左側から始まります。1回刺してもらって、そして半分戻ります。奥に刺して半分戻る、そして奥に刺して半分戻ります。こんな感じですね。はい、奥に刺して半分戻る、見えるかな、こんな感じです。はい、奥に刺して半分戻る、はい、こんな感じですね。あと1回やります。奥に刺して半分戻る、はい、こんな感じになります。このアウトラインステッチ裏側を見ると、はい、昨日やったねバックステッチのような状況になっています。なので昨日バックステッチをやったんですけども、裏側を見るとアウトラインステッチのようなね形になっているんですね。はい、では一回ここで止めます。では次はクロスステッチをやっていきたいと思います。クロスステッチはね、私が刺繍の対策を作るときには私の好きな刺繍法の一つでもあるのでよく使っています。では、最初の始め、ここら辺かな、はい、ここから始めていきます。今日も2目ずつ進んでいきます。そして下から上に1個ずつだとこんな感じでバツを描くのがクロスステッチになります。斜めに行ってまた斜めになっていきます。ただ連続で行く形では下から上に行ってもう次のとこに行きます。一列一緒にやっていこうと思います。下から上、そして上、下から上、そして下から上、下から上、最後下から上、はい、そして戻っていきます。今度はこっち側に進んでいきます。こんな感じでバツになっていきますね。下から上、下から上、はい、これがクロスステッチの方法になります。またね、皆さんもお手元の刺繍の布があった時にやってみてください。それでは今日はここまで。皆さん暑いので熱中症には気をつけてください。ではまたね。また投稿します。